古投手稲垣を擁する岐阜南と岐阜第一の対戦となったこの試合、岐阜南は7回2点を取って同点とし、なおも2アウト3塁2塁と逆転のチャンスを迎えます。4番山内の当たりをサードが弾く間に安藤がホームイン、岐阜南が4対3と逆転しました。これで勢いに乗った岐阜南は9回に3点を加え、なおも上尾がスクイズをきっちりと決め8対3と大きく勝ち越し、岐阜南は県岐阜商業と決勝で対勝します。兵庫大会準決勝は優勝候補同士の好カード、新興学園と東洋大姫路です。新興は4回2アウト1塁3塁から1塁ランナースティール、キャッチャーは3塁に投げますがこれが悪送球、新興学園が1点を先制です。これに対し東洋大姫路も5回ランナーを置いて4番エースの門野が左中間を破るツーベースヒット、東洋大姫路1対1同点に追いつきます。1点を争うこのゲーム、迎えた8回新興学園ワンアウト満塁勝ち越しのチャンス、ここで宮藤の当たりはセカンド強襲のヒット、新興学園強攻策的中、貴重な1点を奪います。おとといから3連投の中島和久は9回最後のバッターを三振に取り試合終了、新興学園が明日の決勝戦に勝ち進みました。